学園長。おう、どうした。これかぶっていただいていいですか。何、 TikTok？ いや、YouTube です。 YouTube？ 仕事中だよ、勘弁してよ、もう。さあ、始まりました聖美学園チャンネル、今日も楽しくやっていきましょうということですね。本日はですね、新入生の皆さんへ教員からメッセージをプレゼントします。はい、実はですね、新入生の皆さん、いやまずは新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。はい、実はですね、新入生の皆さんにですね、先生たちからもう入学のお祝いのメッセージが届いておりますので、ぜひですね、この動画を見ていただいて、どんな先生たちがいるのかとか、あ、これうちの担任だとか思ってもらえればいいかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。それでは VTR Q。 聖美学園チャンネル。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。聖美学園での高校生活、楽しく充実した毎日を一緒に送りましょう。1年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから楽しい3年間過ごそう。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。楽しい高校生活を一緒に送りましょう。はい、新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。それでみんな一緒に楽しんで高校生活3年間楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。宇都宮川の美咲です。楽しい1年間にしましょう。1年生入学おめでとうございます。この聖美学園で楽しい思い出を一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。3年間楽しいことたくさんやっていきましょう。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。入学した後はいろいろ不安なことがあると思いますが、担任の先生を中心に相談をして、いろいろな課題を乗り越えて1年間ぜひ頑張ってもらえたらと思います。応援しています。真岡校の押し久保です。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんと楽しくやりましょう。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。3年間、行事などなど学校生活で楽しんで過ごしていきましょう。よろしくお願いします。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。楽しい3年間にしましょう。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。聖美学園は個性豊かな先生方がいっぱいいます。ぜひお気に入りの先生を見つけてください。では3年間楽しみましょう。わー、逆回転。わー。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。一緒に楽しい高校生活を過ごしていきましょう。これからよろしくお願いします。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。いっぱい食べて大きくなろう。はい、新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これから3年間前橋でお世話になります、山口なんですけども、一緒に3年間楽しい思い出が作れたなと思っているので、これから3年間ちょっと長いと思う人もいるんですけども、先生も3年間高校時代長いなと思ってはいたんですが、あっという間に3年間というのは過ぎてしまうので、3年間大切な時間が、皆さんこれからスタートしますので、いいスタート切れるように頑張っていきましょう。よろしくお願いします。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。那須塩原校でよかったなと思える校舎にします。3年間よろしくお願いします。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。自由で楽しい学校生活を送りましょう。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。きっと楽しみなことも不安なこともたくさんあると思うんですけど、私も実は学級担任として1年生です。いろいろ不安なこともあると思うんですけど、とにかく楽しんで、もうとにかく楽しい1年にしていきましょう。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。みんなで学校生活を楽しみましょう。おう、皆さん入学おめでとうございます。e スポーツ校の野内です。皆さん入学されていろんな環境変わってたと思います。入学してこう3年間ずっと何して過ごそうかなって思ってる人もいると思うんですけど、逆にいない人は何か興味があると一つだけ、3年間目いっぱい楽しんでほしいなっていうふうに思います。皆さんにとって3年間が、将来振り返っていい3年間だったなって思えるような高校生活になることになってます。じゃあ、3年間楽しんでください。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
3年間楽しいこともいっぱいあると思うんですけど、しっかりと勉強も頑張っていきましょう。ではこれから3年間よろしくお願いします。はい、新入生の皆さん入学おめでとうございます。イエーイ。はい、ということでですね、これからの3年間、皆さんのですね、高校生活が思い描いた3年間になれるように、僕たち先生方もですね、協力していきますので、これから一緒に頑張っていきましょう。新入生のみんな入学おめでとう。明るい未来へ行ってこい。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。たくさん声優学園で楽しい思い出を作りましょう。よろしくね。皆さん、ご入学おめでとうございます。一緒にワクワクする日々をゆるっと過ごしていきましょう。よろしくお願いいたします。お、新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。整備学園にはこんな面白い先生とか、こんな面白い先生とか、こんなイケメンな先生しかいません。きっとみんなの3年間は楽しくなると思います。3年間一緒に過ごそうね。バイビー。カズさん、レッド。クキピンク。お山イエロー。整備学園チャンネル。はい、皆さんどうだったでしょうか。先生たちね、みんな猫かぶってましたね。はい、でも先生たちきっちりやるところはきっちりやる、そして一緒に楽しむところは楽しむでいくっていうところでですね、整備学園の先生たち本当にメリハリがあってですね、生徒たちもこうメリハリをつけれるように3年間なっていくんじゃないかなと思いますので、新入生の皆さんも僕からね言いたいことはもう一つです。もうとにかくこの整備学園っていうところをですね、思いっきり楽しんで、この環境でですね、たくさんの夢の一つのかけらを見つけてですね、その夢に向かって挑戦していただきたいなと思いますので、ぜひ一緒にですね、僕も夢を追っかけてます、皆さんも夢を見つけて一緒に挑戦していきましょう。ということで、この動画が良かったらですね、まずはグッドボタン、そしてですね、チャンネル登録をポチッと押してもらって、ベルのマークをポチッと押してください。そして整備学園の各種 SNS もやってますので、新入生の皆さんぜひ登録してくださいね。僕も学校行った時にぜひ一緒に会いましょう。そして写真を撮りましょう。はい、ということで、本日の動画は以上になります。また会いましょう。